皆さんこんにちは。楽しい社長ライフを提唱する社長革命の後藤です。今日もありがとうの旗のもと、コップの水を飲みながら千川さんの人生を楽しむ30の法則2番目についてお話ししたいと思います。ちょっと水を飲む。ありがとう、美味しいですね。2番目、目次は何かと言いますと、正しいか正しくないかを基準に人を怒ることはしない、こういうタイトルがついています。ここの例は朝礼の話ですね。30分遅れた社員がいたという話を正川さんテーマにしております。私の会社も朝の朝礼があります。それこそ15年以上前でしょうか。私も時間には、今でも厳しいんですけど、厳しい方なんで、遅れると、いわゆる嫌な顔をして、プレッシャーをかけてたんですね。でも今は違います。そのお話は後でいたしますが、正川さんのこの本でも同じようなことが書いてあります。遅れたこと自体に良い悪いはないということなんですね。確かに予定が狂ったり、お客様に迷惑をかけたりということがあるかと思います。しかしその事情もいろいろあるかと思います。一概に何がいい悪いとは言えないということを正川さんおっしゃっています。先ほどもお話ししたように、私も時間は厳しい方なので、朝礼に遅れるとしかめ面してこうやっていたんですけど、この5本を読んでからこんな感じになったんです。例えば5分10分遅れても間に合わせるように一生懸命来てくれたんだと。場合によっては1時間遅れると、なんで1時間も遅れたんだ、そういう時に私は思い始めたんですね。5分しか遅れてない、あるいは1時間しか遅れてないと思うようになりました。また中には極端に午後から来たみたいなのがありますね。この時に私はこう思ったんです。本当ならばもう休んじゃってもいいのに、なんとか午後来てくれたというありがとうという気持ちが湧いてきたんですね。そのように接しましたら、そのうちに誰も遅れる人はいなくなりました。これが波動とか雰囲気とかいうことなんです。どこかに書いてありましたけれども、ガミ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 言うよりは言わない方が自然とそうなるという一つの例かもしれません。あとこんな題目もありますね。許すものは許される、許さないものは許されない。もう一度言います。許すものは許される、許さないものは許されない。仏教とかキリストとか、そのような聖書に出てくるような、内容ですけれども、ここの本で正川さんおっしゃっているのはどういうことかというと、358です。358調べてみますと、正川さんの名前たくさん出てくるんですが、どういう意味があるか皆さんよくご存知ですよね。お釈迦様が35歳と8ヶ月で悟ったので、358が縁起がいい数字だということを皆さんよく何度も出てきます。358というのは、例えば孫悟空、沙悟浄、悟空、八戒、これも358です。それと江戸幕府の三代将軍の家光、五代綱吉、それから八代が吉宗ですね、名将軍と言われた将軍です。これも358です。それとそうです、風水でも358、3はお金発展、5は帝王財運、8は成功とか開運という数字が表しているそうです。また面白い漬物、佐護八漬けというのがあるということです。福島、山形、秋田あたりにあるらしいんですけど、
塩が3、麹が5、お米が8、この割合で漬けるそうですね。なんかありがたいような漬物食べてみたくなりました。実は私の車も358なんです。さっき写真撮ってきましたけど、358というのと、それと実はそれにちなんで、その当時会社作ったんですけど、12、13年前ですか、なんと名前を株式会社358としたんです。車も358、会社も358です。そういえば358のナンバーで思い出しましたが、聖川さんとみんなで何台ぐらいですか、結構5、6台で北海道旅行したことがあったんです。阿寒湖だか摩周湖だかのそばでホテル泊まった時に、皆さんフロントに鍵預けますね。で、次の朝番頭さんが鍵を渡してくれるんですけど、358の何さん、全部358だなんつって言いましてね、まあ、そんな話題もありますけど、まあたまに車乗ってますと358が見えますけど、お互いテープみたいな、なんとなく通じますね。はい、次、自分の正しいと思う感覚で人を裁かないと書いてあります。許すものは許される、許さないものは許されない、裁くものは裁かれる、裁かないものは裁かれない、なんか358の話ばっかりになっちゃいましたけど、今日はここまでにしておきましょう。ごめんなさい、なんかあっちゃこっちゃ飛んで題目がわからなくなりましたけど、お水を飲んで、また次は、次の話はですね、次の話は、何が正しいか問いかけるよりも自分がどう生きるかだけを考えて生きる方が正しい、まあ、いわゆる人がどうのこうの言うよりも自分自身の生き方を注目しましょうと、こういうことかもしれません。はい、また明日お会いしましょう。さよなら。